306号室の佐藤さんいてるやんか。はい。あの人ずっとちょっと便の状態悪いねんけど、はい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 、今日おむつ交換行ってくれてたやんな。はい、行きました。どんな感じだった？まだちょっと水っぽかったですね。ああ、やっぱりな、まだあかんか。はえ、匂いどんな感じだった？ちょっと、まあ、ちょっと酸っぱい感じがするというそうか、そうか、そうか。か。はい。ちょっと待って。ゴキブリ、ゴキブリ出た、ゴキブリ出た、ゴキブリ。ちょっといい？どうした？今週の金曜日の夜やねんけど、空いてたりする？金曜？金曜は私、明けやし、日勤じゃん。あ、日勤や、日勤や。空いてる、空いてる。早く終われば。うん、いや、実は、ちょっと地元の友達に飲み会セッティングしてほしいって頼まれてて、うん、もしよかったら来てくれへん？あ、まあ、行けるよな。え、コンパみたいな感じ？まあまあ、そんな感じ。あ、行く？行こうか。え、じゃあ行かせてもらう。ほんま？うん、え、友達かっこいい。まあまあ50点ぐらいかな。50点かー。いや、もう笠井さんとこな、やっぱちょっともうちょっと看護プラン考えてあげた方がいいかもしれないな。確かにそうですね。娘さんとかもな、うん、あ、お疲れ様です。あ、お疲れお疲れ。今日大変だね。あ、そうなんですよ。山田さんのとこに行ってて、うん、もしよかったらでたくさんいただいたんですけど。またもらってるやん。そうなんですよ。これもしよかったら。いやー、ちょっと今今このさつまいもなんか、はい、これ家で育てたはんの？なんかそうみたいですね。お疲れ。あ、お疲れ様です。頑張ってるやん。あ、ありがとうございます。よかったパピコあげるわ。あ、いいんですか？うん、食べよう食べよう。 ありがとうございます。久しぶりやなこれ。確かに僕も久しぶりっすね。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？